はい、ザワコです。今ね、こんな感じの部屋にいます。今日はですね、秘密基地にいます。午前中、この部屋を模様替えしてですね、キャンプ用品やら自転車用品やら、ちょっと片付けてですね、目の前に今段ボールが山積みになってますけれども、さてこれは何でしょう。まあ詳細はどうしようかな、追ってある程度は話すとは思いますが、この部屋ですね、自由に使えるので、このスペースを使って目の前にあるこの段ボールの中身を、まあ、予約書でくるんであるものがちらほら映ってると思いますけれども、見えるかな、あんまり映すと分かっちゃうかな、もう分かりますよね。ここにあるね、部品たち、パーツたち、これはね、自転車じゃなくてキャンプ用品でもなくてオートバイ用品、これオートバイ用品じゃない、オートバイのパーツですよね。これをちょっとある数字から格安で処分するというパーツをですね、入手することがたまたまできましてですね、ならば組んでみようかなと、ということで、今あるここの手元にあるパーツを仮組みを一旦してですね、でどんなものが出来上がるかなと、まあ組み付けられるかどうかっていうこともあるんですけれども、自転車も一度全部バラして組み上げたことがあってとても面白かったので、まあ寒い時期にあまり外に出たくないなっていう時とか、天気の悪い時とかね、そういう時に、ちょっとずつ組んでみようかなって、そんな遊びもちょっと始めてみようかなと思っているところです。で、これシリーズ化するかどうかはね、全然わかりません。というのも、ここの手元にあるパーツがですね、いわゆる海の向こうのパーツたちがほとんどのようで、果たして組み付けられるものかどうかも全く分かりません。で、一個一個これから箱を開けて中身の確認をしながら、組み付けていきますので、形になりそうであれば公道を走れるような状態にまで持っていけたらいいかななんて思っているところです。で、まあ、今日はですね、こんな感じで一旦締めますけれども、次回はですね、一番大きそうなパーツ、これかな、うん、それをちょっと箱から出してどんなパーツが出てくるかっていうのをちょっと皆さんにお披露目したいなと。いっぱいなパーツあるんで、何が出てくるかも私もざっとは見ましたけれども、まあお楽しみということで、で、このパーツの組み上げはですね、とても私みたいな素人には分かりませんので、まあネットとかですね、まあお世話になっているショップの方々に相談しつつ、足りないパーツとか集めながら進めていくことになると思いますので、おそらくですね、私の腹積もりとしては、もう全てがうまくいっても2、3ヶ月はかかるかな。いじるより走るのが好きなんで、おそらく早くても2、3ヶ月先で、最悪のパターンは部品が取り付けられなくて、まあね、パーツが良くなくて、組み付けられなければその時点で多分終わりと、そんな感じになると思います。で、これは本当に時間の空いた時の、暇つぶしぐらいのことなので、まあ皆さんのご期待に添えるような、ものにはならない可能性の方が高いかな。当然お金も絡むし時間も絡むので、最終的にゴールに到達できない可能性はありますけれども、まあゆるーく、ね、いつも通りゆるーくやっていきたいと思いますので、まあ、ご興味のある方は、私のサイトではなくて、ちゃんとしたね、組み付けするされてる動画がたくさん出てるので、そちらを見て勉強していただいて、私もそこで勉強しますので、で
私の方は、実際どんな形のバイクになるかっていうのがある程度は、想像ついてるんですけれども、おそらく、私の欲しいようなバイクではなくて違う形になるかなとそんな気がしてなりません。ただ組み付けることでなんかいろいろ学ぶとことかね、今持っているオートバイたちのメンテナンスとかね、そういうところのに役立てばいいかなと思ってやってみようかなと思っておりますので、まあそういう意味で少しは皆さんの役に立つ情報がひょっとしたら、取れるかなとは思いますけども、まああんまり期待、されるような動画にはならないとは思いますので、明日からお願いします。では今回は、そういったことを始めるよ、レストアでもカスタムでもありません、パーツを一点一点も、向き始めて、何ができるかわからない、そんな、遊びをしていきたいなと思います。では、次回また、使用パーツ1個ずつ出していきますのでお楽しみに。